スタートしましした夢一歩こうスタートしかしこれを制してカレンちゃんが行きますか、うちからはパッションローズ、パッションローズ、アスターエンペラー2頭が抜けていきました、3番手にカレンちゃんです、4番手マルカベスト、あと秋のパンチ、ビーチアイドルレジェ投手を外、うちは3番のロックオブサリサ3コーナーをこれから迎えます。 あとは追走していきます11番ローズカットダイヤそして夢一歩リッターボルト内輪4番の上昇アロー3コーナーをカーブ後ろから3番手ドリーム・バレンチのあとは名将カーター最高峰12番タイガーストーンで34コーナー中間です今600を通過しましてアスターエンペラー先頭ですリードが一馬身。2番手にはカレンちゃん内に1番のパッションローズ4コーナーへ向かいますあとはビーチアイドル外を回る14番レジェトーショー第4コーナーをカーブそしてその直後マルカベストがつけて400通過第4コーナーをカーブ今直線 コースに向かいます先頭はここでカレンちゃんかカレンちゃん先頭かアスター・エンペラ打ちあとはマルカベスト3番手レジ投手を追い込んでくる外から夢一歩あとローズカットダイヤ大外から8番のドリーム・バレンチル追い込み態勢だが完全に抜けたカレンちゃんリード3馬身4馬身2番手は8番のドリーム・バレンチル大外から12番のタイガーストーンも突っ込んでくるが先頭はカレンちゃん五輪カレンちゃん快勝です